あら、久々頑張りますかね。うわ、久しぶりすぎて。おお、なんかいろいろねえぞ。goodair.com インターネットラジオ goodair.com presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック、おはようございます。11月、あ、もう終わりそうか。11月の今日は29日。11月もあと2日ですね。早くね？めちゃくちゃ早いね。今日もお届けしていきます。中村健太郎がお届けするスラップスティック、九州の情報をギュギュッとまとめてお届けをしていきます。お休みの間、まあたくさん皆さん DM やらないやらと、死んだかとか、YouTube 飽きたかとか、まあ言いたい放題いろいろとコメントいただきありがとうございました。こんなに心配されるもんなんですね、休んでみるとね。ありがたいなと思った限りですけれども、まあ一番初期だったのが26日にね、強盗が入ったんですよ、うちの地元で。これ全国ニュースになったみたいなんですけど、まあその商店にね、刃物持ってからこう行くっていうのがあったんですが、まさかの僕が疑われるという捕まりました、はい捕まりましたけども、27歳のね、男性がまあその、包丁を持ってですね、まあ、72歳だかな、70代の方の、まあ、商店に入って、まあ、数十万円を盗むという事件があってですね、まあ大荒れだったんですけれども、結構ね全国ニュースに流れたんじゃないでしょうか。もしよかったらこのニュース見たという方、コメント欄の方に、住んでる、まあ、県とか教えてもらって、熊本ではもう当たり前のニュースなんですけど、熊本県以外でですねこのニュース見たという方はぜひご覧いただきたいと思います。で、休みの直前、11月23日には僕らの地元熊本県八代市で行われました妙見祭というお祭り、に行ってまいりました。中継をね、ビデオ中継っていうか、参道を映すという中継をやらせてもらったんですけれども、まあ、その時にこのグッドエアのですね、生配信もやろうということで、一応30分ぐらいやりやしたんですが、まあ、忙しい。ほんと。パソコンが、こう2台あるわけですよ。で、こっちでまあ、参道の中継をしながらテロップ出しつつの、自分の生中継をやる。無理でした。でまあ、結構ですね検索に来られて、僕の方の生中継の方もなんだよこれおめえが映ってるだけかよみたいな、感じで怒られたんで、まあ、そっちはもうとりあえず非公開に、しておきましたけれども、お祭りをね、動画で見ていただいたという方いらっしゃいましたら本当にありがとうございました。まあやっぱ久しぶりに行ってきたんですけれども、僕もともとは、馬追いっていうね、馬をこう追っかけたりとかする、まあ、馬を走らせるわけですが、まあ、そちらの方に参加を昔はしてたんですけれども、まあもういいかなと思って、引退した後なんとなくね行きにくくなって、全然お祭りの方に参加していなかったんですが、久しぶりにねお祭りに何らかの形で関わるというのをやりました。本当知り合いと会うね、会う、いろんな知り合いにおうって声かけられるんだけど半分ぐらい誰か覚えてねそんなわけで、まあ、お祭りの中継もあってですね、寝てなかったりとか飲み会が多かったりとかしても本当に声がやばいということになっちゃいまして、しばらくお休みをいただきましたが、今日から頑張ってまたスラップスティック、九州の話題をたっぷり盛り込んでお届けしていきたいと思いますんで、ぜひこれからもどうぞよろしくお願いします。コメント欄にコメントをいただきましたら毎日のこのスラップスティックの番組の中でご紹介をしていきますので、ぜひ何なりとコメントよろしくお願いします。思いつかない方はあーとかうーとかだけでも結構です。そして九州の話題であればお店の情報だろうがイベント情報だろうが何だろうがとにかくご紹介をしていきますから、ぜひコメント欄の方にですね、寄稿という形で、たくさんコメントをいただいて、これを紹介しろとかですね、一番困るのホームページのアドレスだけ書かれてこれ紹介しろっていうのめっちゃ困るんで、なんかねそれなりに概要欄というか、説明とか原稿的なものを書いていただくと助かりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう、スラップスティック、こっからスタートです。goodair.com 薩摩ジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。薩摩ジャパン TV の薩摩慎です。変わらず社名です。この度チャンネル名が薩摩のラファエル改め薩摩ジャパンと変わりました。今後ですね、鹿児島の魅力をどんどん伝えていければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
皆さんも、この動画を拡散していただいたりとか、さつまジャパンという名前で検索していただいて、動画の視聴とか、チャンネル登録、動画の拡散、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで明日まで続きます。おお、来た。はい。Good Air.com インターネットラジオ Good Air.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ ケンタロウ中村フリーレディオタイムスラブスティック。さて今日はまずニュースの話題から。11月26日昼過ぎ、オープニングでも言っていましたけども、八代市の商店に刃物を持った男が押し入り現金を奪い逃走した事件が起こりまして、捕まったみたいでですね、警察は団体職員の男を強盗の疑いで逮捕したということでございます。逮捕されたのは八代市西方町に住む団体職員平尾さんですかね、平尾直也さんですかね、さんっていうのもおかしいか、平尾直也容疑者27歳。警察によりますと、この容疑者は、26日午後3時過ぎに八代市日名宮の農業資材センター下田商店に包丁のようなものを持って押し入り、店主の男性から現金23万円を奪い逃げた疑いとなっています。警察は現場から走り去った車の目撃証言などからナンバーの一部を特定し、この容疑者を逮捕したということなんです。調べに対して、容疑者は金に困ってやったと、容疑を認めているということなんですけれども、金に困ってもさ、人に迷惑かけるのはよくないよ、本当ね。やっぱそういうことがないようにね、どうにかしていかなきゃと思うんですけれども、確かに金がないのは困るんだけどもね、ただ人に迷惑かけるのはどうかなと思うんですが、ただこの男、僕らが聞いた情報では山に逃げたって聞いてたんで、山越えたのかとかいろんな憶測が出ていましたが、普通に車で逃走していたということみたいでございます。まあでも本当にいつね犯罪に巻き込まれるか分かりませんから、皆さんどうぞお気をつけください。さて熊本の話題でいきますと、ついに開幕です、第24回女子世界選手権ハンドボールですね。女子ハンドボールの、世界選手権が、ワールドカップが、とうとう11月30日からスタートという運びになりました。11月30日日本はアルゼンチンとパークドーム熊本で大会が行われるということなんですが、12月の2日には、コンゴ、それから12月の3日、スウェーデン、そして12月5日ロシア、12月6日には中国との試合があるみたいでございます。なんかね、大園ディレクターはね、見に行くのどうのこうのとかって言ってましたけれども、日本戦以外にもたくさんのね試合が行われますし、世界中からねやっぱり日本にやってくるということで、熊本にお住まいの方はねあんまりねチケットの売れ行きが良くないとかっていう話も聞いてるので、ぜひ、女子ハンドのですね、この世界選手権見に行っていただきたいななんていう風に思うところなんですが、どうにか勝ち進んでいきますと12月の15日ぐらいには、決勝戦ですかねが行われると、いうことなので、もうちょっと先なのかな決勝戦は。これ楽しみというところでございまして、僕もね高校時代に、男子のハンドボールの世界選手権ワールドカップ、そこが僕のボランティアの原点でもあるし、ラジオの原点でもあるので、ぜひね見に行きたいなとは思ってるんですけども、大園ディレクターがねなんか行くらしいんですよ。で月曜火曜って行くっていう話なんですけれども、俺月曜日ねちょっと用事があって行けないということになっちゃって、一回やっぱでも試合見に行きたいなと。多分ねもうこれね盛り上がります、明後日から。だからもう、明後日じゃないか、明日か、明日11月30日この開幕戦からですねめちゃめちゃ盛り上がると思いますんで、ぜひ皆さん、ハンドボールの女子、世界選手権ワールドカップどうなっていくのか皆さん見守ってですね、熊本を盛り上げつつハンドボールを盛り上げつつラグビーだけじゃねえぞ今年は、と最後の締めくくり、この熱い戦いをぜひ見に行っていただきたいと思います。もう一回言いますが、11月30日午後3時から日本対アルゼンチンパークドーム熊本で、それから12月の2日にはコンゴ戦です、パークドーム熊本で行われます。ちょっと気になっているイベント情報ですが、これも熊本、今飲むべき最高のクラフトビール100、2019年話題のビール書籍解析立ち読み会と意外と知らない IPA の歴史というイベントが11月30日バーヘリンボーンさんというところで行われるようでございます。これねお昼の2時かららしいんですけれども、
どんなイベントなのかちょっと気になっているんですが、ビールに関して知識と体験を深められる会を11月30日にヘリンボーンにて2部制で開催をするということで、第1部の方では2019年話題のビール書籍解析、そして立ち読み会、これがお昼の2時から午後3時30分まで。今年はさまざまなビール関連書が出たんだそうで、その中でも5月に発売された今飲むべき最高のクラフトビール100と、12月2日に発売されるコンプリートビアコース真のビアギークになるための12項に関する解説を提供するんだそうでございます。この2冊についてですね、まあ詳しく教えてくれて、ビールの知識を豊富にしてくれるという、まあそういうことになってるわけですね。第2部の方では意外と知らない IPA の歴史、これは午後4時から午後5時30分まで。 IPA はアメリカ発でクラフトビールの発展の基礎実験台になっていて、今や世界中で製造愛飲されているものなんだそうです。しかしその歴史はもともとの発祥国である英国でさえ事実に基づかない説が流布していまして、日本でも同じ傾向にあるそう。そこで今飲むべき最高のクラフトビールのコラム執筆で、も参考にした英国の歴史家であるマーティン・コーネルの著作をテキストに、この人気だが過去がよく知られていないスタイルの歴史をたどるということなんだそうでございます。これまで札幌、仙台、静岡、京都で好評を得てきた人気のプログラムなんだそうでございまして、ビールが好き、飲むのが好き、もっとねビールのことを知りたいという方、ぜひいかがでしょうか。11月30日、場所はヘリンボーンと、バーヘリンボーンさんの方で行われるそうでございます。詳しくは、グッドエアのね、ホームページの方のイベント情報、こちらにも載せておこうと思いますので、ぜひこちらを詳しくはご覧ください。はい、今日の話題お届けいたしました。景色最高、全選手が一斉にスタートして着順を競う自転車競技の花形ロードレースが鹿児島で開催。ツールドオースミ2019。ツールドオースミ、この大会は海上自衛隊鹿屋航空基地で開催されるエアーメモリアルイン鹿屋のスポーツイベントの一つとして、市政60周年を記念し2001年に第1回大会を開催。現在では鹿屋市を中心に鹿児島県大隅半島を広域活用するサイクリングイベントとして定着しています。ちなみにツールドは一周って意味ですから、ツールド大隅は大隅一周って意味なんですね。大隅の雄大な景観と豊富な食材を生かしたご当地グルメを堪能できる、自転車好きの目も腹も心も満たすツールド大隅サイクリング大会は11月30日土曜日、12月1日日曜日の2日間開催。そんなツールド大隅のコースをご紹介しましょう。まずは11月30日土曜日に開催されるスペシャルコース、新自転車バンク体験コース約50キロです。こちらは2020年鹿児島国体にて使用される新自動車競技場でのバンク体験を含むスペシャルコースになっています。12月1日に行われるのは A コース、B コース、C コースの3つあります。まずは A コース、雄大桜島眺望ロングコース約120キロ、金谷バラ園をスタートして桜島を見ながらゆったりと進むことができるロングコース、本格的なツールド大隅を楽しむことができます。 B コースは樽水ゆったりミドルコース、金谷バラ園をスタートしまして道の駅樽水ゆったり間で折り返して戻ってくるコースになっています。こちらは約80キロ。 C コースは近衛湾浜平エンジョイコース約45キロ、こちらも金谷バラ園をスタートして道の駅樽水浜平で折り返して帰ってくるコースになっています。いずれのコースにしても気持ちのいい景色を見ることができる最高のコースになっていまして、なお全てのコースで一般と中学生の参加ができるようになっていまして、さらに C コースに限っては小学生も参加することができるそうです。詳しいお問い合わせはツールド大隅実行委員会事務局、電話0994-415265、0994-415265番、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。ちなみに11月30日には歓迎祭食と出会いの祭典として、なんとミナシティ金谷ガレリアにて鹿児島の美味しいものをじっくりとご堪能いただけます。11月30日土曜日と12月1日日曜日に行われます第19回ツールド大隅サイクリング大会、参加者の方も一度見てみたいという方もぜひお越しください。ツールド大隅2019。
goodair.com。 さて、鼻汁が止まらない中でのスラップスティック、本日11月29日いかがだったでございましょうか。結構ね、今までさ結構気合い入れて、イベント情報を調べて、実は紹介する練習とかしながらやったりとかだったんですけども、今度からねちょっと気軽に、ちょいちょいいろんな情報を出していこうかなと、それからお前の顔うざいって言われたんで情報が入ってこねえって言われたんで、あ、まあそうか、まあそれはあるなと、思ったんでですね、オープニングとエンディングだけ顔出しをしながらちょっとやっていこうかなというふうに思っております。実は妙見さんがね終わった日11月23日はK2 さんっていうね鹿児島の、とっても人気のあるチャンネル登録者数もめっちゃいる、まあ、YouTuber さんが遊びに来てくれて、2人で差し飲みをねさせてもらったんですけど、めっちゃ楽しくお酒を飲ませていただきまして、 K2 さん本当来てもらってありがとうございました。もういろいろね K2 さんとの話題とかもありながら、すぐ撮ろうと思ってたんですけども、ちょっとね喉の調子がダメでバタンキューしておりましたけれども、また頑張ってねいろいろやっていきたいと思いますんで、ぜひまた遊びに来てやってください。なんか K2 さんともねコラボしていろいろやりたいなとは思うんですけれども、もうこの間の、とにかく会って話したかったっていうのがすごいあったので、二人きりでねいろいろお話をさせていただいて、うちのバカ猫どもがですねやたらついてくるもんですから、K2 さんがどっかで寝るっていうのでついていこうと思ったんですけれども、どこまでも果てしなくついてくる猫たちのせいで、先にそそくさと帰らせていただきましたが、まあそんなこともありながらで、毎日毎日いろいろ会ってますけれども、あまり身を削るつもりはないんですが、まあ、YouTube チャンネルの方でもですね、自分なりに頑張っていろいろやっていこうかなと思います。まあ、ただ勉強の方も塾やってますから、小忙しくやってるので、なかなかね勉強の方もしなきゃいけないという感じなので、まあ、どこまで、この YouTube チャンネルも頑張れるか分かりませんけれども、まあ本当に気軽に全然面白いもん作ろうとかみんなに見てもらおうとか思わずにですね、いろいろ自分の周りで起こったこととかを、ご紹介していけたらなと思っておりますから、九州の話題がありましたらぜひ皆さん、いろいろネタをご提供いただければと思いますね。よろしくお願いします。さて、いただいているコメント、昨日のねちょっと今からこの番組ね、再開しますということで上げてたんですが、彼は中央食堂旬チャンネルさんからありがとうございます。旬チャンネル本当にありがとうございます。送ってもらったりとかね、みかんも美味しくいただいておりますが、車の中からこんばんは、今夜は、嫁の誕生日、おーおめでとうございます。うわー、昨日か、昨日ってことか、おめでとうございます奥様、おめでとうございます。どうかしゅんちゃんを捨てないでやってくださいいやでもしゅんちゃんがあれだけこういろんなことに挑戦できるってね、やっぱ奥さんの支えあってこそだと思うんで、あ、そうですか、おめでとうございます本当に。何か送っとけばよかったですね私だけ動画上げてもらって申し訳ないです。今後も九州情報発信 YouTuber として私たちを引っ張ってください。やっちょにも遊びに行きたいですねといただいておりました。ありがとうございます、あざます。いや、ありがてえ。それから薩摩ジャパンからありがとうございます、お疲れ様です、無理せずに頑張ってください。頑張る、頑張るんだけど鼻水が止まんねえんだよな、これ鼻水が止まんないしね、なんかほらちょっと体温調節難しい、暖房つけると暑いしさ、厚着すると暑いしさ、かといってちょっと油断するとまた風邪ひくしみたいなね感じなので、ま、頑張ります早く体治すようにします。ズボラーマンユーからいただきました。あ、皆さん、そうね、モッサンのなんやかんやチャンネル名変わりました、ズボラーマンユーになりましたよ。ズボラーマンユー、キャラクター可愛いね、確かね、このキャラクター可愛いね。ぜひズボラーマンユーのねチャンネルの皆さんご覧になってください。早く治りますようにといただいておりました、ありがとうございます。それからソラ、ソラ、ソラ、ソラだ、ソラ、おお、うちの塾生ソラ、だいぶ卒業しましたけど、ソラ元気か、喉を大事にね頑張る、ありがとうございます。ソラまた遊びに来いな、ぜひ。それからオアソドミーさんからありがとうございます、お疲れ様です。風邪まだまだ辛そうですね、無理は禁物、本格的な寒さが来る前にしっかり直してくださいねといただきました。まあ、でも、ね、俺風邪ひいた一番の理由はさ、出してないんだよ、冬物の布団とか毛布とか全然出してないんで、まあ、それが影響してんのかなっていう気はするんですけどもね。いやいや、コメントありがとうございます。今ご紹介をさせていただいたのがあれなんです、いただいてたね、
コメントでございましたけれども、結構ね、ご紹介してないままのコメントがたくさんあったりとかして、これやべえな、頑張んなきゃなと思ってるんですけれども、なかなかね、体調的なものもありながらでございますから、ちょっとご勘弁もいただけたらなというふうに思います。ちなみに、しゅんチャンネルさんの、いただいたですね、バーベキューソースの動画の方も上げておりますので、そちらもぜひご覧いただいて、気になった方は、しゅんチャンネルの方に問い合わせしてください。もう送れよ、送っちゃいなよ、もう販売すればいいのにと思っちゃいますけどもね。すっげえ美味しいね、ソースで、実は焼きそば作ってるんですよ。でこの動画も上げようとは思ってるんですけど、マジうまかった、マジでうまいんで、ぜひ皆さんお試しください。いただいている他のコメント、これ前回の放送にいただいているともちゃっきーさんから、いつもコメントありがとうございます、いただいていました、ありがとうございます、こっちこそありがとう。ジャリンコチビから、すごい気球だーとオープニングでね、佐賀のバルーンフェスの気球の動画上げてましたから、それにコメントいただいておりました。それからミサオのお部屋さんからいただきました、ありがとうございます、とても喋りが上手ですね、なんか偉そうなコメントでしたらすいません、全然全然、そしてうまくはない、まん、もっとね、いろいろ自分なりにこうスキルも上げながら頑張っていきたいと思っております。みさおのお部屋さん、ありがとうございます。そして園田くんから、出席確認、はい元気ですと、俺は風邪の治らんとそうか、園田くんも治らんか、風邪ゲホゲホウェーってなっとるったいねと、咳が出すぎると最後はウェーってなるおらなった、もうおら言うから、元気な時はたまには風邪のをひいて休もうことあるねって思うばって、実際になるとあかんってなるよねと、なるよねと、なるなる本当もうね、引くとね、やっぱ体きついしね、関節痛いしね、してギャン話ばっかしとっとに山に行って滝に打たれる、ドギャーっとかと違うって、だからあれだよ、セアロガヤおじさんのコラボじゃねえ、パクリをね、やらせてもらうっていう話になったのに、セカラシカバッテンっていうコーナーを始めてしまって、結構、モモモスケやっちゃってるんで、だからなんか面白いことやんねえとな、と思うと、山行って滝に打たれながら、おーいと、やろうかな、と。セアロガヤおじさんもね、やっぱ沖縄の海なんで、だから、ふんどしまだ来てないから撮らないけど、まあ、近々、極寒の中、滝に打たれながら、大園ディレクターがガーガー笑いながら、何か撮るかと思います。ぜひよろしくお願いします。皆さんご自愛を後席といただきました。ありがとうございます。寿司田ベースさんから、なんかまた太りました太ってる。はい。太ってますけど、安心してください。もうね、12月に入ったら、12月末まで僕ちゃんと体重をまた上げていきます。ちゃんとね、毎日、痩せるまで帰れませんとはいきませんけれど、毎日ちょっと体重をね、モッサンに対応して、もうモッサンじゃねえか。もう今ではズボラーマンですけども、ズボラーマンに対応、ちょっと、もうちょっと、勝負を挑むかなぐらいのつもりで頑張っていきます。ダム問題って難しいですけど、やっぱりこれだけの豪雨がいつ来るかわからない時代において、必要だと思うんですけどね、川の生態系は変わってしまうんだけど、ただ許せないのはこれを利用して当選しようと躍起に政治家かなと。まあまあそうですね。もうなんかテレビ見ててもね、もうどこの政治家もなんかおいおいと、なんかさ、もっとシンプルに なんかこうフィルターがあっていいんじゃないかなと思うんですね。俺ら日本のために、まあ俺ら国民のために、日本のためにさ、今何かを変えようとしたりとか、良くしようっていう、そういう言葉が聞こえてこないね。もちろん安倍政権が気に食わないんだったら安倍政権潰せと倒せというのは自由ですけど、でももうちょっとこうあるべきじゃないかなみたいなことを、まあ言うと言ってんだとか言うんだけど、俺らに目に見えるように言ってくれ、目に見えるツイッターとかでもさ文句しか言ってないじゃない、だからもうちょっとさ、こうしたら世の中が幸せになるねとかね、そんなことを一体言えるようになったらいいなというところで、はい、カメラが止まりました。SD カードが目いっぱいってことで、声だけで今日はお別れでございます。皆さん最後までお聞きいただいた方、本当にありがとうございました。お相手は中村健太郎がお届けしましたスラップスティック、今日はここら辺でお別れです。明日は鼻声治ってといいな。また明日よろしく、バイバイバイ。後席問題です。アジア州とヨーロッパ州にまたがる面積が最も大きい国はどこでしょうか。
問題の確認です。アジア州とヨーロッパ州にまたがる面積が最も大きい国はどこでしょうか。答えはロシア連邦でした。